タウンページプレゼンツラジオ 3K 賞は2003年度と2004年度のプロ野球シーズンオフに日本放送とラジオ大阪で放送されていた帯番組のラジオ番組である。タウンページの単独提供。2003年度はネット番組でラジオ 3K 賞今日のコラムと題し 3K 賞の筆者である 3K 新聞社編集員石井秀夫と日本放送の松本秀夫アナウンサーが 翌日の長官に掲載される同コラムの簡単なあらすじを紹介するという体裁だった。2004年度は LFOBC ともに前半は独自制作となり、LF は松本アナ、OBC はその時間帯のニュース担当アナがそれぞれ一人で進行してその日のニュースを後半は両局のネットワークで松本アナが翌日の三経承のあらすじを一部朗読する形に なった。二千五年度は、タウンページ提供番組こそ残ったが、三継賞の朗読などは終了し、LFOBG ともそれぞれに、地域情報を重視した番組、OBG は、万歳歌謡曲それ。ない、徳田根町角情報それ。になっている。その後、タウンページ協賛番組は、石原良純のピーカン子育てビヨリに継承されたが、大阪地区は、 ラジオ大阪、ABC ラジオに移動した。ありがとうございます。